ファーストランナー、ダイソーの平沢です。高校時代沸かせた選手たち。わあ、左中間抜けました。プロ初打点のオープン戦。さあ3人帰ってきます。おお、藤原三塁まで進む。タイムリースリーベース、走者一掃のタイムリースリーベース。藤原サードには中村拓也大先輩がいました。素晴らしいですね、今のバッティングは。期間たっぷりのこの感じです。153キロ、ここはファーストゴロです。だからまあこれはプロ野球選手になったやつが人が全員超えなきゃいけない課題ですけど、はい、シーズン通してこのパワフルさを保てるかどうかっていう、コンディション作りをしっかりやらなきゃいけないですよね。はい、ここまではほぼストレート、トゥーティーピッチ、最後変化球です。空振りの三振。この回先頭谷地倒れてワンアウト。腕の振りも一緒ですしね、嫌なタイプのピッチャーですよね。さあ今年のルーキー、非常にいい選手が入っている中で、わっと空振り三振。空振りの三振、走ってくれればという話もされていました。外の変化球、スライダー、バットが空を振っています。三振、福田、ワンアウト。ボールが逃げていきました。それも初球から打った、ライトへ、コーンを諦めました。バルガスのホームラン、ライトスタンドへ。オープン戦は第1号のホームラン。ただ高知の練習試合でもバックスクリーンに放り込まれています。4回の表に千葉ロッテ、リールからまた追加点、5対0になりました。高く上がった、もうこれは完璧です。レアード、見事なホームラン。オープン戦ですが、マリーンズのユニフォームを着て、古巣日本ハムから2